辛抱願います。名人会の中に入りましてバカバカしい歌を一つ二つ歌わせていただきます。ポスターを貼るのも結構ですけど、貼っていけない場所がある。コリアさんの偽先に買いだめするなと書いてあるのんきだね。誰が氷なんか買いだめするもんか。ポスターは貼る場所とところを考えないととんだ失敗いたします。この間も大阪に行っておりましたが、ある交差点の電柱に上に交通標語を書いて下に商店の広告をつけたポスターが貼ってあります。読んでみると、上の交通標語は待てば極楽、急げば地獄、待てば極楽、急げば地獄というすぐその下にお葬式は白電車と書いてある。これじゃ忙しくて生きてらんない。スパイを気をつけ、そもそもスパイはどちらがスパイか人間か、ちょっと区別がつきかねる。スパイは諸君の中にいるのんきだね。スパイを用心いたしましょう。スパイと人間とは同じ動物ですから、どれがスパイで人間だか区別がつきません。ですから絶えず自分の周囲にいるやつが怪しいと思っていれば絶対に間違いありません。もしそう思われて悔しかったら、この野郎が怪しいんだと思い返してあればいいわけです。最近こんなに傍聴傍聴と騒いでいる時に、未だに外人に手を引かれて街を歩いてる女があります。どういう考えでしょう。多分着てる洋服が舶来で、抱えてるハンドバッグが舶来で、連れて歩いてる男も舶来だってな意味でしょう。恋愛に国境がないんですから、どこの国のお方と恋をなさろうとそれはご自由ですが、そんなことをしているからスパイに上出られる機会が多くなってくるのです。第一、外人に連れられて歩いてる女に限って別品が多いから職人さん、何も外国の方まで手伸ばさなくっても和製でいくらだって暇なのがあります。そんなことをするからだんだんこっちの方は周り悪くなってくる。ここのところ暇なこと。昔は何でも味噌か払いで、しかも売る方がで言うた。今は何でも現金で、しかも買う方がでよ言うのんきだね。ご商売なすってらっしゃる方も、最近は面白くないことがありましょうが、買う方も金を出して買いながら随分気兼ねをして買いに行ってるのであります。言いにくいところでしょうが、今まで通りに毎度ありがとう、笑顔で一言おっしゃってくだされば、お互いに朗らかな15の生活ができるのではないかと思います。最近商人のところを物を買いに行くのは、なんだかただでもらいに行くのと同じようです。世間には気前よく笑って何万円でも軍へ献納する人さえありますよ。失礼を申しました。